そうですね、まあ、子育てするっていうことは本当に簡単なことじゃないっていうのはもうみんな分かってることで、まあ、その中でもやらないといけない本当に子供のためだったり、まあ、本当に周りのためにやらないといけないっていうところで本当になんか子供からもパワーもらいながらで仕事もしていくっていうところで、お子さんがいる方の見本になれるようになっていきたいなと思います。8月23日報道陣が銀座シックスに集まった。カメラの先にあったのはファンタジスタの異名を取る並里成人選手。並里は琉球ゴールデンキングスから今年7月群馬クレインサンダーズに電撃移籍。数々のチームをトップに導いた優勝請負人。 B リーグ界が騒然となった。吉田ゼネラルマネージャーに聞いた。並里選手はもう B リーグファンであればもう誰しもが見たい選手だと思いますね。もうとにかくチームにいるだけでチームのワクワク感とかやっぱそういうタイプこう期待感とかっていうのが今すごいうちのクラブにはだいぶ膨らんでいるんじゃないのかなと思ってます。水野ヘッドコーチに聞いた。並里選手の本当に特徴のうちの一つは、クリエイトする力がある、創造性豊かなプレー、まあ、人が予想できないプレーっていうものをやってくれるっていうところがあるので、周りの選手をより生かしていくために彼はすごくチームの助けになってくれるんではないかなっていうふうに思ってます。取材陣からは期待を込めた質問が飛び出した。すいません、テレビ朝日の青木と申します。先ほどバスケをもっと学びたいとおっしゃっておりましたけれども、もうアメリカも経験して5チーム目にぐらいになると思うんですけども、まだ何をここで学びたいなって考えてらっしゃいますか？僕もまだまだ自分としてはバスケ選手ではまだまだと思っているので、僕がどうあるべきかっていう、僕がどういう存在でこれから日本のバスケを盛り上げていくのかっていうところも含めて、バスケに対する姿勢っていう部分でもやっぱり学びたいなと思って、はい、います。やっぱり優勝したいですね、はい、僕はちょっと欲張りたいので。並里選手、大変人気の高い選手で実力も兼ね備えていて、皆さん注目されていると思いますけれども、今日は実は並里選手だけではなくて、ゼネラルマネージャーの吉田もとても熱い思いを持っていますし、それに加えてヘッドコーチがまたものすごい情熱を持った方なので、ぜひ並里選手だけでなくて、ゼネラルマネージャーの吉田と、そして水野ヘッドコーチにもぜひ注目していただきたいです。よろしくお願いします。吉田ゼネラルマネージャーからメッセージをもらった。水野ヘッドコーチが来て、いやもうとにかく熱い、もう練習から一番大きい声出しますし、やっぱ熱量がすごい、だからそこでやっぱこうチーム全体のやっぱ雰囲気が、すごく良くなる、まあ、そこでこういろんな、まあ、若手選手も、そこで感化されて今すごく成長しているんじゃないのかなと思ってます。これからしっかりとした文化を、作っていくと、いうことを言ってますので、もうとにかく期待してください。会場に来ていただければ、並里選手のプレーも見れますし、五十嵐圭選手のプレーも見ますし、あとまあ若手で言えば菅原、八村と、いうプレーも見れますし、昨年からいる、まあ、トレイ・ジョーンズ、マイク、キーナン、それに、イタリアから、ケーレブが、来て、そして今日本代表のアキ・チェンバースがいて、山崎も、成長中で、ございます。昨シーズン以上の、群馬クレインサンダーズになるというところで期待していただいてですね、もうぜひ会場に来ていただきたいなと思ってます。